トリニティワンネスの衣装解説ということで、ロイのターンでございます。今回はですね、まあその曲調とかもそうなんですけども、ダークな部分というかギャングみたいな部分がね、あのサブテーマにありまして、ご覧いただいた MV とかも今までにないゼロヘルツの雰囲気というか、そういうのをね、あのテーマにしてる してたんですけど、でそのギャングとかちょっと悪っぽいみたいなイメージを、あの僕なりにちょっと衣装さんに伝えて、一緒に作っていただいたデザインなんですけど、このいわゆるいつも自分が着るようなちゃんとしたジャケット、ナポレオンジャケットみたいなのを肩からこうかけてる感じですね、羽織ってる感じですね。ここはあのちゃんと、ね、ピンで止まってるんですよ、ボタンで止まってるんですけど、脱げないようになってて、でこうやって歌うみたいなスタイルにしたくて、で下はあれですね、叶えたい夢の時にね、ワイパンも履いてね、ちょっとワイパンにはまってしまってですね、今まで結構ピチピチパンツでロックやってたんですけどもね、ビジュアル系のやっぱワイパンっていいなみたいなのに僕の中でスイッチが入ってしまって、でこういうシルエットにしました。あとはそうですね、全体的にいかつくなるようにこういう装飾の色が金だったりとか、でこのベロアの素材で色は赤とか下をね、やってもらいました。全身ちょっと回ります。まあこんな感じですね、後ろもジャケットの柄が可愛い、ジャケットの柄、あ、ズームしてもらって、はい、可愛い。これベロアに対してこういう柄で売ってないみたいで、柄を上からつけるとかになっちゃうんですよ。でもそうするとまあ何て言うんでしょうね、僕の理想ではなくなってしまうっていうのをちょっと衣装さんと相談し合って、じゃあこういうのどうでしょうかっていうことで、今見てもらったこのデザインの下敷きみたいなのをここにかぶせて上からスプレーでやってもらってます。キラキラは、キラキラはまぶしてくれて、なのでこれは選択ができないんですよ。なのでこれは今日の MV 撮影と一応ファイナル用ということで作ってもらってます。なのでツアー中は多分ちょっと生地が違うやつを用意してもらってます。2つ洗えるよ、洗えるよです。やっぱり夏ですし洗わないとしんどいのでさすがにそのいいバランスをということで、まあ多分いろんなメンバーも2つずつあるインナーとかも多分いると思うんですけど、僕の場合このジャケットとこの下は洗えないんです、このベロアが。なのでツアー中はちょっとね生地が変わってしまうかもしれないんですけども、それはそれであの皆さんライブでぜひチェックしてほしいなと思いますね、はい。でファイナルはこれでやりたいと思います。インナーもすごい可愛い。インナー今回ね T シャツみたいな感じにしてもらって、でここのデザインをつけてもらって可愛い感じにしてもらいました。でまあこの腰のベルトとか、あとここのパンクグローブとか、こういう装飾は全部衣装さんに用意していただきました。もうとにかくいかつくっていうことで、まあ、あの参考にした写真があるんですけど、それをもとにいろいろ見繕ってもらって全部つけちゃえってことで全部つけて、やってます。はい、ネックレスとかもいっぱいつけてこうギャングっぽい感じの雰囲気を出しました。はい、ありがとうございます。こんにちは、レオです。ということで、トリニティワンネスの衣装解説ということで、これが僕の新しい衣装です。後ろも見せます。こんな感じなんですけど、今回もすごいお気に入りですね。すごいあの衣装さん、いろいろ一緒にあのこだわって作ってもらったんですけど、まずこの色が、まあ、今回さ、結構みんなあのまたおのおの好きな色系じゃないですか。僕たちあのベノムとか、あとサバイブってあの曲出した時は結構みんなのお揃い色味とかの生地合わせてやってたんですけど、今回もみんなおのおの好きなやつを着てるんですが、僕はちょっと金にしました。夜とこのテカテカした感じが分かって、うん、いいよね、いい感じで。しょうこさんどう、銀は？銀素敵だと思いますよ、ね、まあそんな感じで、やってるんですけど、で、まあ、今回いろいろポイントありますよね、いっぱい。まずこの腕章みんなそうなんだけど、今回ちょっと、まあ、ギラギラしたね、ちょっと悪い感じっていうか、なんだろうな、いかつい感じ、ちょっとテーマだったりするんで、まあ、曲のイントロとかもそうじゃないですか。なんで腕章が初めてこういうラメみたいなです。で今回ね、衣装さんに言われた、絶対腕章洗わないでくださいって言われました。いつも洗ってたんですけど、今回は多分洗えないんで、本当になんかその洗うと多分これが取れちゃうんだよね、ガチな手作りのプリントとかじゃなくて。あとは
ジャケットがさ、なんていうの、わかる、このわかります、半分だけなの、半分半分で、かわいい、そう、え、かわいいでしょ、かわいいです、そう、っていうのと、あれ、背中どうなってんでしたっけ、半分半分、あ、背中も半分、そうそうそう、インナーが、これほんと1枚なんですよ、あのワイシャツみたいな黒のテカテカの、でも、めっちゃ暑いです、普通に、でゆるゆるだから涼しそうなんですけどね、もう全然暑くて、あとはこういうちょっとね、スタッツのついたブレスみたいのがあったりと、みんな強そうですね、あとはこれです、やっぱポイント見て、これ全部ガチケガチな金っていうのは嘘で、そんなことないんですけど、でもこれさ、すごくなんかさ、普通さ、ワイシャツがネクタイくるのかと思うけど、ちょっとネクタイ風なネックレスみたいな、形可愛いです、ね、アクセ、これも手作りですよ、作ってもらってこういうのちょっとついてたりとか、でこれね、付け方もポイントあって、こうやってなんか腕通さなきゃいけなかったりとかするんですよ、着方覚えてます、翔子さんにやってもらうので大丈夫ですはい、こんな感じですね、あの今回もすごいお気に入りの衣装なので、これでまあ夏ツアー、まあ、秋までね、みんなと回れるので、まあ、大事にあのいっぱい着て、いい思いで作っていきたいと思うのでお願いします、じゃあこんな感じです、どう？かわいい、フードいいですね、そう、今回はね、なんかキラキラをいっぱいつけてもらって、セットアップみたいな感じで、中ベストで、ちなみになんだけどね、このこれ、触ってみて、お、激熱いこれプールみたいなのにしてもらっちゃって、夏なんだけどね、やばいと思うけど、ちょっと頑張ります、前回さ、ちょっと足とか出しちゃってさ、ちょっと若者ぶってたから、次はちょっと大人っぽくしようかなと思って、全部真っ黒でこんな感じにしました、シンプルなのに、この、なんていうんだ、このギラギラ20みたいなのつけてもらって、結構大きいのがいっぱいついてて、これはポイントだよ、これはちゃんと買ってきてつけた、ノエベのブローチ、やっぱ高級感出していこうかなと思って、高級な男になりたいんで、そんな感じです、で、あとこの、これね、赤ずきんちゃんみたいな感じになってるの、になってて、これね、取れんのボタンで、あ、フード取れるんですか、そう、だからライブの時つけたりつけなかったりできるかなみたいな感じにしてみました、多分暑いと思うんで、これも普通に締めれるし、ベスト着ないでこれだけだったり、ベスト着てたり、あとこれつけてたりつけてなかったり外したりとか、いろんな着方できるかなと思って、こんな感じにしました、多分誰かが言ったけど、もうめっちゃキラキラにしてもらった。かわいい。っていう感じです。よし。僕の衣装の解説は、ライダース。結局ライダース着ちゃった。すごいですね。金の虫たちが、セミ？どっかにいっぱいいます。虫じゃない。体にいる？なんか、どっか、体のどっかにね、俺虫いるから。あ、ここだ。あ、本当だ。どっかにね、もう一個ぐらい、そう、蜂がね、この柄も蜂なんだよ、金と黒にしてもらって、とにかく、あと襟がついてたり、ライブは終わっちゃうんだけど、暑すぎて、今日は足も出てます、結構いい感じのマンション、キレキだ、みんな袖強そうですね、袖、あ、ここね、強そう、そう、あ、そそります、お、かわいい、そりました、背中もつけてもらって以上って感じ背中ももうちょっとゆっくり動かさせてください、うん、なんかテロテロがいろいろついてるんだけど、ラズリングアビスパレードのサンプラザやった時の衣装がライダースだったんですけど、やっぱあの時中とかインナーとかツアー中に変えられたから楽しかったなと思ってライダースにしました、今回も変えれるインナーなんで、うん、中はどんな感じ、あ、中はね、なんかジャージみたいになってて、上下、あ、ほんとだ、ちょっと足が出てるからジャージっぽくは見えないんだけど、中がジャージなんで、ね、うん、結構自由にいろいろ着替えちゃおうかなって思ってる、うん、まっす、熊の子見ていたかくれんぼ、はい、りょうわです、どう、この衣装、これ何がコンセプトだと思う、俺の衣装、え、わかんない、囚人、囚人、あ、ショックだわ俺これね、不良だから
プリンセット。いや、嘘なんですけど、これ可愛くない？これね、衣装で俺ね、なかなかないんですけど、今回スニーカーを履いてます。確かに。で、これね、めちゃくちゃ俺が欲しかったトラビスのナイキのスニーカーがあるんですけど、に、これね、ズボンがジャージみたいなやつで、あ、それ不良っぽいですね。めっちゃ可愛い、なんかね、中の生地とかもジャージみたいなさ、動きやすそうですね。そう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 。で、このサイドのラインもなんかキラキラで、めっちゃ可愛いです。でね、これね、見て、白なんですけど、ベースが中がちょっとさ、こういう生地で若干なんかこの色味違う、中の方がクリーム色みたいな。そう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 。で、一番これね、ジージャンっぽい感じで、白の確かにデニムっぽい生地で、めっちゃ可愛くない？振り覚えありますね。不良じゃない、不良じゃない、大人だから、大人か、清楚系だから。今日すごいね、短くしてて、で、あとはなんかこのベルトがめちゃくちゃバーってついてる感じ、それ可愛いですね。こういう感じです。可愛いでしょ。可愛い。そんな感じかな。あ、そうですね。それって3枚着てるってことですか、インナーは。1、2、3、そう、3枚。もう暑い。でもこれなんかライブちょっと想定して、ちょっと、あ、そうかそうか、上着脱いだら夏じゃないですか、ライブが。ライブは今回夏なんで、絶対脱がないとさ、持たない、ツアーが。だからなんか脱げる想定して作ってもらってて、脱いだらこんな感じなんで、多分ライブツアー中は割とこんな感じで、これめちゃくちゃ叩きやすいの。めちゃくちゃ叩きやすそうです。そう、あの歴代の衣装でも、ね、一番叩きやすいと思う。今まで結構袖とかありましたね、うん、あの長めの袖とか、あの前回ツイードのさ、ジャケット、あ、そうだ、ジャケットもあったりとか、そう、ファーとか、うん、結構そういうことやっちゃうんですけど、もう今回はね、ちょっとライブで動きやすい感じで作ってます。あ、やべ、背中取ってなかった。背中取り忘れたっていう。背中、はい、背中はね、こういう感じ、はい、可愛くない？可愛いね。やっぱあと腕章は可愛いよね、今回もね、ちょっとゴージャスすごい感じです。この半袖の背中も見せてください。お、背中、これもある。あ、裾可愛いですね、このインナーのボロボロになってる感じ。あ、そう、ここね、ダメージ入れてもらったの、ね、可愛い。よく気づいた。こんな感じかな。めちゃくちゃ可愛いんで、お気に入りです。はい、じゃあそんな感じでね、あのトリニティワンネスの、衣装解説動画でした。結構ね、これ生で見るとまた見え方も違うと思うし、ライブ想定してさ、おのおの衣装さんと考えて、なんかステージでの光り方とか、そういうのも加味してみんな作ってるんで、ぜひね、ライブで、みんなの目で見に来てくれると嬉しいです。どう、この締め何点？80点か。はい、そんな感じで、あのね、ツアーでまたあのみんなとね、たくさん会って、いっぱい思い出を作れるのを楽しみにしてるんで、素敵な夏にしましょう。これで20点なんで100点です。100点だ。次の動画で会いましょう。バイバイ。目となく流れ出した思い出たちが今まで